こんにちは。今回は100円ショップのカットビーズを使ってこういうコースターをね作りたいと思います。はい、キラキラしてねとても、はい、可愛いと思います。これからね冷たい飲み物が美味しい季節になりますので、こういうねコースターを利用されてもいいかなと思います。はい、材料を紹介します。はい、今回はこちらのダイソーのカットビーズ、これを2つ使います。そしてこの周りですね、周りにこの小さなビーズを入れているんですけれど、こちらの方もこれは100円ショップだったと思うんですけれど、100円だけれどもしかしたら手芸屋さんだったかもしれません。こういうちょっと小さめのビーズを周りに入れます。はい、そしてテグスの方は3号を使います。3号を約2メーター使います。透明のね、テグスでは分かりにくいと思いますので、私の方はこういうね、はい、色のついたテグスで説明していきます。まずこのカットビーズを色分けしていきますね。ダイソーのカットビーズのこれは青系ですね。こちらは、はい、ピンク系ね。で青系で、8ミリのものを使います。で60個入ってます。でカットされているビーズです。こういう形のカットがしてあるビーズですね。まん丸 のビーズも売られているんですけれど、ちょっとビーズの、ね、穴が私分かりにくいので、はい、このカットのビーズを使います。はい、丸いものでも、はい、大丈夫です。はい、そしたらこの中に4色入っていますので、それぞれ色分けをしていきたいと思います。これの4色ですね。ちょっと色分けします。はい、こういう形で色分けをしました。1袋に1色15個入っています。なのでこれ30個ずつこちらの方ね、はい、入れています。そして小さなビーズはこのグリーン系のものがありましたので、これをね使おうと思います。各色20個ずつ使います。合計80個はい、必要になりますね。でこちらの方は20個いります。はい、そしたら実際に編んでいきますね。だから、10個ずつね残ることになりますけれど、このままこう入れた状態にしておきます。こちらは、ピンクの濃い色を一番内側にしています。なのでこれが外側のここに入れたいので、中はこれにしよう。濃いこれにして、これにして、最後これとこれとこうしようかな。一番中濃い色から使っていこうと思います。はい、これを、まず最初に10個10個を、テグスに通します。テグスの方は、2メーターあれば、ちょうどね、この1個を作れるぐらいの量なんですけれど、はい、ちょっと長すぎると扱いにくいので、私の方はちょっと短めにして説明していきますね。はい、こういう形で、はい、テグスにこれを全部通します。はい、好きな、ね、色の組み合わせでいいと思います。これが10個目になりますね。10個目のビーズを、はい、交差します。下から通っていますので、反対側の、手寄せを上から通して、はい、ビーズの中で交差をねするようにします。はい、手寄せの端を揃えてここまで持ってきます。はい、10個のこのね輪っかができたことになりますね。はい、ここから1段目を編んでいきます。これが作り目っていう感じですね。はい、右側のテグスに今のこの色ですね、これを1つ通して、次に次の色のビーズですね、私はこの、はい、水色のビーズを使います。これを2個通します。はい、
そしてもう一つ最初のビーズね、こちらの方を通します。こういう形で右側のテグスに、はい、濃いブルー、薄いブルーが2つ、そしてまた濃いブルーを入れて、はい、4つビーズを入れました。そしたらこの一番上、最後に入れたビーズですね、これを交差させます。はい、私はこういうふうに左手で交差をさせることができないので持ち替えますね。こっちの手に持ち替えて、そして今の左にあったテグスを上から入れて交差させますね。入れてこう出てきたら、そのままこれを引っ張っていきます。そうするとこういう形でここね、5枚のお花ができたようになってますね。はい、そしたら左側にあるテグス、これで最初に輪っかを作ったこのビーズですね、今ここには、はい、糸が出ていますので、この糸が出てる上のビーズですね、ここに通します。一粒ね、一粒通しますね。で、左側にある、テグスはいつもこういう形で、はい、前のビーズね、ここ輪っかにしたビーズをずっとすくっていくテグスになります。で、右側にあるテグス、こちらの方に、ビーズをね通していきます。はい、次からはこの薄い水色、水色、水色、濃いを繰り返して通していきますね。これを2個、こう2個通して、そしてこのこちらを通します。3個目、はい、このビーズを交差させますので、はい、手を持ち替えて、そしてこちらにある左側にあるテグスですね、はい、これを入れるときに、この、テグスが下になっている状態、これがこっちからこう入れるとねじれるので、この状態、こっちに今ビーズが通ってますね。で、こちらの方には最初さっきこれをすくったテグスを右手に持っています。はい、そしたらこれを交差させますので、上から入れて端っこが出てきたら、このままずっと引っ張っていきます。今これをね、短くテグスを切っていますけれど、2メーターをね扱おうと思ったら、かなりこの、ビーズに引っかかったりしますので、はい、絡まらないようにね気をつけてください。はい、そしたら次はその次のビーズね、ここに今テグスが出ていますので、テグスが出ている上のビーズ、それを左側のテグスですくいます。で、これテグスを締めたらこういう形になりますね。これが今すくったビーズ、はい、で右側のテグスにこれを2個そしてこれを1個で、最後に入れるのが交差をするビーズになります。下から入れますね。で、持ち替えて、はい、こちら左にあったテグスを右側にやりますね。その時こうねじれていないのを確認して、上から通して、ここに出てきたらそのまま引っ張っていきます。そしたら先ほど作った5枚のお花の上に5枚のお花ができました。こういう形になります。はい、次はまた同じことを繰り返します。左側のテグスでこのビーズをすくいますね。ここ今出ていますので、その上のビーズ一粒すくいます。
この状態ですね、はい、今一粒すくった状態で、こちら右側のテグスに同じ色を入れていきますね。こちらを2つ、そしてこれを1つ入れたら、これを交差させますので、はい、持ち替えて、こちらね、ここが、はい、ねじれていないのを確認して、上から通して出てきたビーズを、出てきたテグスをずっと引っ張っていきます。はい、こういう感じで、よいしょ、こっち向きね、はい、ここにね、ずっと5枚のお花ができていることになりますね。はい、そしたら同じことをずっと繰り返して、ここまで繰り返していってください。はい、そしたらずっとね、はい、編んできました。これが最初の分ですね。はい、5枚の、はい、このお花が 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、9個できた状態ですね。次が最後になります。最後は今ここから糸が出ていますね。で、今までこの一粒だけをすくっていたんですけれど、最後はこのビーズと一番最初に入れたビーズ、これを通します。左側のテグスでこのビーズね、次のビーズと、そして一番最初に入れたこのビーズ、ここまで通します。はい、そして右側はこのね、薄い色を2個通して、この2個目を交差します。このビーズを持ち替えて、反対側のテグス、ねじれていないのをね、確認して、上から通しますね。はい、出てきたものを引っ張っていきます。はい、こういう形になります。こんな感じですね。最初このね、10個の輪っかの上に5個のビーズのこのお花ですね、それが10個できている状態になっています。はい、これでこのビーズはもう使わないので、次これとこれとを使っていきます。うねうねしていますけれど、これはちょっとね、テグスが太いのでね、こんな感じになりますけれど、3号のテグスだと、はい、こうね、くたっとなりますね。でもテグスはちょっと余裕があるように、作っているといいと思います。あまりこうギューッとね、引っ張っていくと、こううねうねうねっと余計にねしてきますので、はい、こう少しテグスがこう見えてるかなぐらいの感じでいいと思います。はい、外側のビーズがこちらになります。交差のビーズがこれになりますね。さっきはこちらのビーズをこうずっと交差をしていた、同じ置き方をしておきます。はい、そしたらこの交差のビーズをまず一つ入れて、そしてこちらの外側のビーズを一つ入れて、もう一つ交差するビーズを一つ入れます。はい、このビーズを交差させますので、反対側のテグスねじれていないように気をつけて、上から入れます。そしてそのまま引っ張っていくとこんな感じになります。4枚のお花を今からね、作っていきます。はい、交差をさせたら、この先ほど編んだこの外側ですね、外側のビーズを今から左のテグスで一粒ずつすくっていきます。はい、今ここからテグスが出ていますので、このビーズをすくいますね。これを一粒すくっておきます。はい、このビーズを今左のテグスですくいました。はい、右側にまず外側になるビーズ、そして交差をするビーズ、これを一粒入れて
上からデュースを入れて交差させます。こういう感じになりますね。4枚のお花がまたできましたね。はい、そしたらこちら左側のテグスは次のビーズをすくいます。ここから先ほどねここを通していますので、次のビーズはこの上のビーズですね。これね、これを一粒すくって、はい、そして右側は先に、はい、一番外側になるビーズをすくって、そして交差をするビーズをすくいます。そして上から入れて出てきたテグスを引っ張ってこのようにしていきます。はい、こんな感じになりますね。はい、次はまたこの一つ上のビーズね、今これをすくいましたので、次はこのビーズを左のテグスですくって、で右側は外側になるビーズが先、そして交差をするビーズ、はい、でこのビーズが交差のビーズになりますので、反対側のテグスを上から入れて交差をさせます。はい、こんな感じですね。はい、これでずっと一周回っていきます。はい、テグスがね短くなってきたので糸を、つなぎたいと思います。2メーターを操るのがやりにくかったら短めにして糸をつなぐ場合はこのようにしていきます。はい、同じようにしますね。外側のビーズ、そして、はい、交差のビーズを通したら、今まではこれを交差してたんですけれど、はい、このままここでつなぎます。こういう感じですね。ここで結びます。つなぎますと言いましたね。結びますね。はい、2回ちょっとこれね反発するのでやりにくいですけれど、はい、こういう形で結んだらこっち行こうかな。はい、このビーズの中ここを結んだら、この下のビーズね、ここへ入れて、このビーズの中に結び目をね、はい、ぐっと引っ張って入れてしまいます。ちょっとこれ入らないですけれど、3号のだったら問題なくピュッと入りますので、こういう形で、はい。そして、カットしておきますね。そして、新しいテグスを、ここ。このビーズから出るようにこういう感じで出してきます。はい、これで、はい、続きがねできる状態になってますね。はい、そしたら左側のテグスで次のビーズですね、これをすくって、そして右側のテグスに先に外のビーズ、そして交差のビーズを通したら、反対側のテグスのさっきのね上から通して、こういう形でねつながりましたね。はい、これでずっと同じようにしていきます。はい、そしたらずっとね回ってきて最後のところになりますね。最後は、はい、次のビーズがこれですね。これと一番最初に通したビーズ、これですね、交差のビーズ、この2つを通して、そしてこの外側のビーズで交差をします。これですね、これに通して、そしてその上のビーズですね、一番最初に通したビーズですね、この段の最初に通したビーズ、ここに通します。はい、こういう形にして、そしてこのね外側のビーズを一粒入れて
交差をします、はい、これで本体の方が、はい、出来上がりになりますね。こんな感じです。でこれね、あのテグスがね太いのでうねうねしていますけれど、さ、はい、サンゴのテグスで編むと、はい、こんな感じになりますね。これちょっとね反発しているのでうにゃっとならないですよね。こんな感じ、はい、そしたら最後仕上げていきます。一番外この、ね、外側のビーズと外側のビーズの間が結構ね隙間が空いているので、この間に、はい、これは4ミリの、はい、ソロバン型のビーズです。これを、はい、くぐらせていきます。続きで通していきますね。ここに通して、そしてこの外側のビーズですね、ここへ通します。こういう感じね、はい、順番にしていきます、はい、小さいビーズ、これは4ミリのビーズを通したら外側のビーズを通す。こういう感じで通していきます。この辺に布の上とかの方がしやすいですね。こうすくって、こういう感じで通して、ここですね、これ同じあの色合いのビーズを、しましたけれど、こんな感じで、はい、違う色をねこう入れていっても可愛いと思いますね、はい、こういう感じで一周ぐるっと回ります、はい、こっちをねずっとしてたんですけれど、テグスが短くなったので反対側のテグスを、はい、使ってねこう一周回っていきます。でここね出会うところまで、はい、通していきます、はい、最後までね通していきました。今ここね、ここに小さいビーズを通して、はい、これとこれがね、結べる状態になっていますので、テグスを結びますね。はい、結んで、2回か3回か結んでおきますね。これはあまり結べないですけれど、結んだら、この大きいビーズ、外側のビーズの方に、戻して、もっとギュッとね、あのサンゴのテグスだったらこんなふわふわにならずにちゃんとあの結べますので、はい、こういう形にして、そしてこの外側のビーズにあの入れ込みますね、最後ね。そして残ってるテグスはあのずっと外を回したり中を回したりして補強されたらいいと思います、はい、こんな感じで出来上がりになります、はい、実際はね透明のテグスでするとこんなねあのピンクの糸があの見えてないので、もっと綺麗な仕上がりになります、はい、こんな感じになりますね、はい、ちょっとあのゆったりめにしています。あまりギュッと、テグスをね引き締めすぎるとこのキュキュッとうねってきますので、こんな感じでいいと思います。そうそう、出来上がりサイズですけれど9センチですね。こちらはここからここのあたりですね、約9センチの直径のコースターが出来上がりました。こちらの方もまた後でねあの透明のテグスでね作り直しておきますね。はい、こちらね普通の透明のテグスで編み直しました。これが最後のところになりますね。はい、ちょっと糸見にくいですけれど、これで結びますね。3回ぐらい固結びで結びます。でも肩結びですけれど、あまりこれをギュッと引っ張ってしまうと周りがねこううねうねしてきますので、あんまりきつく団子にしないように気をつけて、はい、それでもしっかり結ぶようにします、はい、こんな感じですね、はい、そしてこう固
形をね整えてあげてくださいとお願いしていますので、ビーズがこう偏ったりしている部分をこういう風にして直してあげます。はい、そしてこれがねちょうどあの2メーターで編んだもので、このぐらい残っています。ここからこのぐらいまだ残っていますので、これをこうずっとね周りに入れて補強をしていきますね。ずっと糸がねあるだけずっと回して、はい、補強していると安心だと思います。そしてこうね形を整えてあげてください。はい、この色も可愛いですね。はい、これとこちらね、今回はダイソーのカットビーズ8ミリを使って、はい、コースターを編んでみました。よかったら作ってみてください。はい、ありがとうございました。